リサリがあるアピールタイム、15秒以内に自身が演じるメンバーにキャッチコピーをつけてみよう。私が演じる桜内梨子のキャッチコピーは、ピアノが上手で犬が嫌いなちょっと慌てん坊な女の子です。そんなところに注目していただきます。